いや今日初日のリハーサルだったんですけど、まだ終わってないんですけど、なんかさすがだなという感じで、まあもう本当にこの座組でメンバーの皆さん組んでる時から、まあ、ある程度見えてはいるんですけど、やっぱり実際に音を出してみて、あ、なんかすごくいいものになりそうだなという、はい、そんなリハーサル初日を迎えていて、ただあの楽曲がですね、まあ、今回リクエストをちょっと受けて、ファンの方が聴きたい曲をちょっと中心に入れてるので、かなり大変というか声をね張って歌う曲が多いので、体力勝負なので、毎日毎日練習したいなと、はい、ちょっと思います。今回本当にしっかり90分だいぶやってないんじゃないですかね、もう 7,8 年多分やってないので、ちょっと体力的なところもそうなんですけど、あのなんか久々にスタンディングでこうお客さんと一緒に、まあ、歌えるっていうのもあるので、すごい楽しみにしてます、はい。まさに、まあ、見どころはもう本当にあのファンの方にリクエストを出して、みんなが選んでくれた曲、本当に人気曲というところからやるので、そこは本当にあの来てくださったお客さんが楽しんでいただけるんじゃないかなというのもありますし、ゲスト、はい、スペシャルゲスト大黒摩季さん、そして直人さん、来てくださるので、このライブでしかできないセッションだったりとか、まあ、大黒さんのあのスーパーの曲も一緒にちょっとやらせていただくことになったので、ね、なんかそういうちょっと本当に今回だけのセットっていうのをぜひ楽しんでいただきたいなと思います、はい。で、バンドメンバーはですね、まあ、本当にずっと一緒に、やってきたバンバス、大西祐介さんのギターの大西祐介さんも本当に、ね、YouTube でもあのおなじみというか何回も出てくださってるんですけど、もう本当に十何年、まあ、15年はいかないですけど、それぐらいの付き合いなので、本当になんか安心して今回バンマスを、やっていただけるって、やっぱり彼がいることですごいこう私は、ね、やりやすいというか、安心して歌わせてもらってるなっていうのをちょっと改めて感じたりとか、キーボードの森さん、ピアニストの森さんもあのこの数年一緒に楽曲作らせていただいたりとか、あのライブも一緒にやらせていただいてるんですけど、本当になんか、まあ、大師匠なので、そういうこと言うと怒るんですけど、なんか森さんがいてくれることでこう引き締まるというか、本当にこう勉強になることが、ね、演奏している中であるなと思いまして、すごく感謝してます。はい、そしてコーラス2人はですね、まるちゃんとりんちゃんということで、まあ、前回のツアーも一緒にやらせてもらってるんですけど、本当に私が日本で一番大好きな座組のこの2人なので、もう、この2人と一緒にね、なんか自分の楽曲、結構コーラスが多い曲が多いので、一緒にこの2人に歌ってもらえるとすっごい嬉しいなっていう、はい、ワクワクしています。そして今回、ツアーは実は初めてなんですけども、ワンマンのライブとご一緒するのが初めてなのがリズム隊なんですが、まず、ベースの大神田さん。大神田さんもあのセッションとかですね、誰かのこうライブに、まあ、乗っかるセッションとか、あと箱番って言ってなんかこう、ゲストが入れ替わってやるようなライブでご一緒したことあるんですけど、自分のワンマンでオリジナルで一緒にご一緒させてもらうの初めてなんですけど、もう初めてと思えないぐらい、今日も素晴らしい演奏してくださってて、本当に本番まで楽しみだなという、はい、感じです。そして、まあ、こちらも大御所になるんですけれども、ドラマ沼澤隆さん、本当に尊敬しているドラマーの一人で、まあ、グルーヴももちろんなんですけど、なんかすごくストイックな方っていう印象があって、まあ、いつお会いしてもなんかこうシャキシャキしてらっしゃって、なんかすごく頑張んなきゃとか背筋が伸びるというか、まあ、そんな風に、思わせてくれる素晴らしいドラマーなので、ね、ガシッとして、そしてグルーヴもあるので、もうなんかこのバンドでここから初日でこんな感じなので、あと2回3回リハを重ねたらですね、素晴らしいものができるなという確信が、はい、あります。そうですね、やっぱりこうどんな時もまあ見捨てずにというか、サポートしてくださったファンの皆さんにすっごい感謝していて、まあ、ファンクラブも今やってるんですけれども、ね、なんかよりこう15年、まあ、10年15年と時を経て、あのみんなの顔ももう全部覚えてたりとか、ね、名前覚えてたりとか、なんかもう本当に家族のように、一緒にこう年を取っているなっていう感じがファンの皆さんにすごく感じていて、で、まあ、コロナ禍で結構その
見繰りができなかったりとか、まあ、ファンクラブのイベントもなかなかできなかったりしたんですけれども、ちょっとまあ今回の、ね、ライブを皮切りにというか、またあのファンの皆さんとの交流もより深くやっていきたいなと思いますし、本当にあのみんながいつもこう聞いてくれるっていう、もうその準備をしてくれることで、なんかこうこんなに自分を輝かせてもらってるというか、なんかそういう気持ちにあの毎回なるんですけども、みんなのなんかこう癒しになったりなんか今回のライブも、そう思ってますね。15周年の記念ライブに、来てくださる皆さんありがとうございます。チケットソールドアウトということで、実はですね、追加公演も、決定しまして、11月の8日、ビルボード東京で、この同じメンバーで、また追加公演一晩だけやりますので、ちょっとどうしてもチケットは取れなかったわという方は、ぜひビルボードにも遊びに来ていただきたいなと思いますし、今回配信がありますので、遠くでちょっと来られないわという方はぜひ配信もご覧になってください。お待ちしてます。